さあ、ということで本日追加されているこちらのね、灼熱の決戦というね、イベント。なんとね、こちらで、コイン、メダルか、メダルがゲットできて、交換所でね、リミテッドマルチとか、石と交換できて、まあ、絶対やり得ないイベントとなってるんで、今回こちらのね、攻略をやっていこうと思います。まあ、周年の時にあったような感じで、なんか1日ごとに更新されるイベントなんで、まあ、毎日ログインしてね、ちゃんと新しいのクリアしていきましょうって感じのやつですね。ということで、本日解放されてるこの2つね。まあ、この2つのやり方を教えたら多分全部クリアできると思うんで、はい、やっていこうと思います。で、まあ、このステージに関しては、緑と青が通ってるんで、まあ、緑と青の泥足持った強いキャラクターをね、用意して、まあ、こんな感じでみんな持ってそうなキャラクターで組んでるんで、まあ、他に強い緑とか青がいる方はね、それ入れた方がいいと思います。龍拳とか持ってたら多分楽勝でクリアできると思うんで、まあ、これはね、キャラない人向けの解説動画ということでね、まあ、とりあえず、この子には押してもらいましょう。さあ、そしてね、コンピューター戦は、補正をね、切っていくことによってコンボをねめちゃめちゃ無限につなげることできて場にも欲張れるんで、こんな感じで殴っていきましょう。で、相手が青に変えてきたらしっかり緑で殴ると。ちょっと硬えな今回、まあ、硬いんでしっかりミスしないようにね。相手下げてきた、赤に下げてきたらこっちはね青出しますと。弾全然たまらんな。とりあえず特殊も積んでいこうか。コンピューター戦はこれが基本ですね。さあ、青変えてきたら、緑に変えると。未来ご飯の千葉フの、あれで、よだめじゃねえわ。あ、打撃のよだめも上がってるんですけど、ドロソクがね、ケフラも、このワンちゃんも2段階になってるんで、コンボがね、めちゃめちゃ無限に繋がりますよって感じですね。さあ、これ補正切れるんですけど、入りますんで、で、この後の打撃も入るんで、これでライジングとりあえず打ちましょう、一発。はい。で、まあ、こういう時は、コンボ終わっちゃったんで、とりあえず避けて射撃を打ちたいんですよね。コンピューター戦は射撃からね、避けたらね、射撃入ればもうほぼほぼ入るんで、それを頭入れといてください。もうこんな感じで、場にない時はこのブーストで、場に欲張りつつって感じですね。さあ、青変えてきたら、手札出していくと。まあ、別に補正切らなくてもいいんですけどね、切った方がね、火力出せるんで、火力出せるし、アーツも引けるんでね。しっかりコンピューター戦はこれマスターすれば余裕で勝てるんで、覚えておきましょう。さあ、変えてきたら、変えていくと。これ、よだめ上がんのか。コストも下がんのか、偉いな。この子も確かメインで、ワニ回復あったんだよ、確か。本当にこれキャラない人向けの動画なんで、本当はもっと強い青とか緑いるんでいっぱい。他のキャラ使った方がいいですけど。落ちるかな。落ちない。あ、浮かばきはねコンピューター弱いんで大丈夫です。これはもうメインいっちゃいましょう。これも補正切れてるんでね今で。こういう究極ヒットした後とかの打撃もつながるんで、コンピューター相手にはね。コンボつながってないけど、入るんで。はい、こんな感じで、青落とすと、めちゃめちゃ楽に攻略できますね。で、こういう射撃がないときは通常で流した打撃ですね。これで入らないこともあるんですけど、ま、基本入るんで大丈夫です。はい、ごめんなさい。お前ちょっと、俺の言った通りに動いてくれ、ベジータ君。さあ、これで、まあ、ライジングも打っちゃいましょうか。めんどくさいんで。まあ、こんな感じで楽勝で、
こっちはクリアできるんですけど、もう一個の方多分ちょっとむずいのかな。なんか敵7、8とかいたしね、反転するキャラクター2体いたんで、ちょっともう一個の方もやっていきましょうか。ちょっと射撃で確定取りたい。オッケー。で、これで勝ちと。ということで、はい。こんな感じでキャラなくてもね、泥足とか火力出せるキャラクターで無理やりね、特攻なしでも攻略できると。で、このメダルもらえるんで、このメダルとね、石交換できるんでね。はい。アカウントもね、しっかりクリアできると。さあ、ということで、もう一個の方を攻略していこうと思います。こっちはちょっと難しそうなんでね、ちょっと強そうなパーティーにしました。まあでも、ちょっと強そうって言ってもね、もう無料ガシャに入ってるようなキャラたちなんで、はい。あれなんですけど、さあ、とりあえずね、角換取ったんで、コンピューターを避けたら射撃でね、ほぼほぼ角換なんで、それでしっかりとコンボ繋げていきましょう。メインでさ、確か気力回復あったよね。確かあったはず。そんな回復しなかったな。ちょっとキッカさん変身してからライジングしたいんで。怖い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 、なんすか。レートの変なやばい、やべえやつの動きしてきたこいつ。さあ、これで変身して敵全体にね、ヒラメアップのデバフかけるんで、今回はこれ利用して勝ちたいって感じですね。まあ、殴れるだけ殴っとこうか。めっちゃ繋がるな、キッカさん、さすが。で、必殺打ってライジングでいいかな。一応必殺も全体ダメだしね。あー、なんか変えてきたな、これ。まあいいや。まあまあ、なんでもいいです。当たるんで、とりあえず。まあ、何度も言いますけど、本当はこのキャラたちよりも全然火力出るキャラいっぱいいるんで、持ってるキャラね、ボックスと相談して使うキャラ選んでください。こいつらマジであんま強くないんで。よしよしよし。さあ、とりあえず今回はこっちで殴っていって、こいつって反転するとき確か気力、HP 回復あったっけ？あったらちょっと厄介ですね。ヒットダウンか。いやーそうだよね。ちょっとこいつ色見て反転してくるんでずるいですよ。とりあえず押せ切って繋げていって、まあ緑がほんと通りいいですね。こっちは緑で殴っていきましょう。で、打撃打つたびに泥足上がるんで、この子もめっちゃはめれると。裏下げてこないかな。ピカさんで殴りたいな。あ、来た。あー、なんかすごいいっぱい帰ってきた。よしよしよし。射撃強いな。ヒラメアップつくのかこいつ、射撃言ったら。さあ、今回は補正切らずに行きます。なぜなら反転されるから。反転されちゃうと火力全然出ないんでね。つえ、そういう時は通常流して打撃。よーし、まあこれも楽勝ですね。まあ、毎日ちょっとめんどくさいかもですけどね、石もらえるんで。あぶねえ、お前踏ん張り持ってんのかよ、このイベントでも。よし、気力回復して、で、避けて射撃でコンピューターには角換取りたいと。オッケー。そうか、振り向こうか、未来ごはんちゃん。しっかり場に欲張って、長いな、振り向こう、この人。
っけ。もっと、うーん、あっちでいいか。ちょ、玉吐きだる。投げ、ちょっと待って、投げ、この動画。さあ、力回復して。この方たち結構しぶといですね。まあでも全然クリアできるんでね。よーし、はい、一度打とうか。これで勝ちということで、まあこんな感じで特攻とかなくても一応クリア自体はね簡単なんで、まあこんな感じのね、補正キル、やつを練習してもらえば誰でもクリアできると。まあこのチャレンジは別にクリアする必要ないんであんま関係ないんでね。で交換所で石とかね、マルチと交換できるんで、まあ絶対ね、この、今回のイベントは、クリアするようにしましょう。最大石500個もらえるのか。はい。って感じですね。まああとなんか、追加の情報来てたら、あれなんで、見ときましょうか。なんか無料のあの、黄色のトランクスが復刻来たっていうのは、聞いたんですけど。あ、そうだ、来てるね。無課金トランクス復刻来てて、まあ今でもこの子めちゃくちゃ強いんで、全然、はい。作った方がいいと思います。で新しい教頭も来ましたね。はい、ぐらいかなと。力の大会のシーズン切り替わって、まあショップも新しく更新されて、ガシャが新しく来たって感じか。はい、こんな感じなんでね、ぜひ皆さん、あとフラグメントなんか1個覚醒来てたかな。これで最後だ。そんなめちゃめちゃ強いってわけではなかったけど、なんか人造キラーのフラグだった気がする。緑の人造人間、セル編どっちかにつけれて、まあ、打撃 30% 上がるの強くて、3スロ目で、人造か未来に特攻があるんで、まあまあまあ、78嫌いな人は厳選するのありかなって感じかな。まあ、そんな必須ってフラグでもないですね。はい、そんな感じで今回イベント攻略になりました。はい、ぜひね、参考にしてもらえて石回収頑張ってください。ということで終わります。お疲れ様でした。